どうもすみません、吉本興業のお笑いコンビ ABCD いい湯加減というコンビの東野滑ると申します。よろしくお願いします。そうですね、チャンピオンズカップ昔で言ったらジャパンカップだとこちらの方終わりましたね。そちらの方のね分析まがいのことを、まあ言い訳ですけれどもね、言い訳の方させてもらおうと思います。まあその前にね、わざわざ、12月6日日曜日中山のアクアラインステークス比較的自信があるってあげたんですけれども、パイメイメイの方ね飛びましたね。まあパイメイメイか北三三日月どちらかが馬券圏内には来るんじゃないかとは言いましたが、北三三日月はなんとかかろうじて3着に来た感じですけれども、パイメイメイはちょっとまあ大事に乗りすぎた部分もありますけれども、結局は前が開かず競馬にならなかった感じですね。まあ馬は強かったとは思うんですけれども、まあ競馬なんで何があるかわからないっていうね、強い馬が負けることもあるっていうね、比較的中山の方が差しやすいと思いますんで、今後1200出てきた時、そうですね、騎手含めいけそうな感じだったら買った方が買える馬だと思いますね。あと北三日月はちょっと予想外に前に行っちゃったんですけれども、不器用な馬なのでちょっと前に行くんでしたら3番手ぐらいでしたかね、 それでしたらもっと早めに動いても良かったかなっていうところがあって、ちょっともたつくところがあるんで、もたついてるうちに他の馬たちに来られたり他の馬たちに出し抜け食らったりして、あんまり、能力を出し切れたっていう感じでもなかったですね。ちょっともうちょい極端な競馬しても良かったかなっていうふうには思いました。はい、っていう感じです。それでチャンピオンズカップ、こちらの方はねあれですね、こう予想しまして、コパノリッキーを一応本命にして、まあ名前のところ丸してある馬たちが有力じゃないかっていうふうに言ってたんですが、そうですね、サンビスタが勝ちましたんでね、大外れです。はい、サンビスタ無印でした。そうですね、まあ競馬の前の段階からこれは当たらないような気がするなっていうふうに言ってたんですけれども、まあ展開によって着順は変わるんじゃないかっていうメンバーなんじゃないかって言ってたんですけれども、その通りで、もう本当今回は荒れに荒れたというか、まあ配当的にはそんなには荒れてないんですが、競馬自体が荒れましたね。そうですね、1頭ずつ見ていきましょう。まず最初にやっぱりコパノリッキー、武豊騎手のコパノリッキーが鍵を握るんじゃないかって言ってましたんで、そちらの説明ですね。もう皆さん結構チェックしている方だと分かってるとは思うんですけれども、もう武豊騎手のコメントだけじゃなくて、まあ周りの関係者のコメントからも分かるように、コパノリッキーが結局は花切ったんです、先頭に立ったんですけれども、そこにもうこのですね、クリノスター王のボーマン騎手が、これね、この騎手が余計なことをして、まあ競馬なんでその力が劣るとかそういうふうに思っていても、強気に乗ったりだとかして、強い馬の邪魔をするとか全然いいんですけれども、そういうのはいいんですけれども、全然意味のないことをしたんで、クリノスター王ボーマン騎手は、例えば道中ペースが落ち着いてて、それで、勝負どころから早めに動いてコパノリッキーを潰しに行くとかだったら分かるんですけれども、それは全然いいんですけれども、力の劣る馬で玉砕的に途中から動くとかいいんですけれども、もうスタートしてもその直後からもうずっと道中、コパノリッキーをつついてきたんですよね。これがねもう本当全く意味がないというか、自分の馬が残る、自分の馬も勝つチャンスが出るような乗り方をするんだったら、それは普通に考えて常識的に考えて許されることなんですけれども、もう全然もう単純にペースメーカーみたいな、コパノリッキーを潰すためだけに出走してきたみたいな乗り方をしちゃったんですね。これは本当興ざめですよね。多分
日本の競馬関係者はもうあいつ何やってんだっていうふうに思ったと思いますね。もうあのインターネットとかで調べてもらえば分かりますけど、あの競馬知ってる人はみんなあのボーマン騎手のことを批判してます。意味のない整理書きをしてしまって競馬を壊したっていうところがありますんでねっていう感じです。まあただあのコパヌリッキーもあのそんな中でも本当に頭一つ二つ抜けて強ければあのなんとかなったと思うんですよね。武豊騎手もそうやって絡まれながらもなんとかしようと、そういう乗り方をしていましたので、そんな中で、結局手前っていうか足のどっちを前にして走るかっていうのを手前っていうんですけども、そういう手前を変えなかったりだとか、まあいろいろとコパノリッキーの弱さも出た部分もあったと思いますね。まあうまくスムーズにいけば強い馬ではあるんですけれども、やっぱりそのバリバリの横綱相撲をできるような強い馬ではなかったっていうことはあると思います。そうですね、まあ、その理由の一つというか、僕リアルタイムでパドック見れなかったんですけれども、後でパドック見たらやっぱりちょっとコパノリッキー出来が落ちてたんじゃないかなっていうところがありまして、出来が落ちてたというよりかは今年の勝ったフェブラリーステークスの時よりかはあの出来が確実に落ちてた感じはありましたね。なんと言いますか、そのシュッシュッシュッっていう感じで後ろ足の付け根のところの動きだとか、あとは踏み込みがうまい具合に、体に伝達するかだとか、そういったところを見てると、今回のパドックでの歩様を見ると結構バラバラで、頼りない感じの歩様だったんですね。しっかりと、いいリズムで地を蹴ってないというか歩けてない感じがあって、これはですね、僕最終追い切りの映像を見てた時にちょっと気になってたのがあって、それがちょっと走り方があんまりしっかりしてなかったというか、もう一回チェックしてもらえれば分かると思うんですけれども、ちょっとフラフラっとしたりだとか、あれってちょっと頼りないところがあったりしたんですよね。それは単純に僕は例えばそのウッドチップコース使い込んで荒れてたりとかすれば、そういう風な走りする馬っていますので、そういうのかなっていう風に僕は思ってたんですけれども、やっぱりそれは単純に仕上がりの問題で、そんな感じの走りになってたんじゃないかなっていうふうに思いました。そうですね、最終追い切り、その最終追い切りっていうのは時計を遅い感じで、さっと流す感じでやってたんですけれども、その前の段階で相当緩めてたのか、なんか走りがおかしかったですね。で、一周前追い切りの映像もあったんですよね。それ一周前追い切りの映像の時っていうのは比較的しっかりと走れてたんですよね。なのでもしかしたら一周前追い切りをした時が出来がピークで、その後に出来が落ちちゃったのか、それとも一周前追い切りを終えた後にちょっと楽させすぎて、そんな感じになっちゃったのか、ちょっと理由はわからないんですけれども、とにかくちょっと出来は落ちてましたね。出来としては7分ぐらいかなっていうふうには思いました。7分ぐらいはあったんで、その本当に楽なスムーズな競馬できれば勝ち負けできる範疇ではあったかなっていうふうには思いますけれども、厳しい流れの中で、押し切るほどの出来ではなかったかなっていうふうには思います。まあ絶好調でも押し切れたかどうかは分からないんですけれどもっていう感じなんですかね。で、そうですね、ペース的には全然悪くないというか、いや悪いんですけれども、途中武豊騎手なんでこの辺で軽く12秒5とか刻んで息を入れようとはしてたんですよね。だけど息が入らない、ペースっていうことではなくて、結局はその絡まれて外から栗のスタンオンにストレスをかけられてるんで、
ペース云々じゃないんですよね。やっぱりそのプレッシャーをかけられると、体がギクシャクしたりだとか、フットワーク、どっか硬くなったりだとかしますので、やっぱり馬は。そういう意味でも、ペース以上のストレスが5番のリッキーにはあったと思いますね。競馬っていうのはもう基本的には、たとえ短距離であろうと息を入れるっていうことが重要でありまして、息を入れるっていうのは、要するに例えばスタートしてポンと出て真ん中あたりで、馬なりで、スムーズに楽にリラックスして走るとことを息を入れるっていうんですけれども、そういったような走りが必ずレースの中になければ、馬っていうのは止まっちゃうんですけれども、まさにその息が入らなかったっていうような競馬ですね、今回コパのリッキーは。息を入れようとしたんですけれども、ここで、12秒後、この辺でもずっと絡まれてて、まあ、12秒5、6のペースが2波論ぐらい続いて、さらにストレスがないような競馬できれば、ある程度は後半は対応できたとは思うんですけれども、ずっと厳しい感じで来ました。まあ単純にもう本当時計ではないんですよ。もうこの2波論目10秒7ですか。10秒7っていうのは、これは短距離のダートでもハイペースになるような感じのペースなんですけれども、まあこれも厳しかったにしても、まあ結局は息ですね、息が入らなかったっていうことですよね。なので安藤勝美騎手とかがツイッターかなんかで、3コーナーとか勝負どころで他の馬たちが上がってきたから、ローマンレジェンドに煽られて、北高たるまいが動いてきたりだとか、そういったことが敗因の一つじゃないかって安藤勝美騎手とか、まあ、専門家も言ってましたけれども、僕はそうは思わないですね。もう今回に関してはもう3コーナーの時点で競馬終わってたと思いますね。1000メートルの通過ぐらい、この辺でもうダメだなっていうような競馬だったと思います。それはなぜかというと、やっぱり息が入ってなかったっていうことですね、コパのリッキーに。です。はい、コパのリッキーが、そうですね、鍵を握っていたので、コパのリッキーの説明をすれば、あとは、さらさらっといけると思います。そうですね、サンビスタ勝ちましたけれども、やっぱり住友厩舎が、ここぞというところ、時にしっかりと仕上げて、ミルコ・デムーロ騎手もロスなく乗ったということですね。ビデオを見てみれば分かりますけれども、上位に来た馬、好走した馬っていうのは、内の方を通った、もしくはみんなが3、4コーナー動いた時にあまり動かず足をためれた馬たちが上位に来ました。なので、まあ末脚タイプだからそういう乗り方して当たり前だっていう馬とか結構いるんですけれども、それにしてもやっぱり強気に競馬した馬たちが全滅したっていう形で、まあハマった馬たちが続出っていう感じだと思いますね。やっぱり勝負どころで動けてこそ、そう強い馬ですんでね、っていう感じです。サンビスタもそのうちの方からね、ロスなく立ち回って、スムーズにいって、勝てたところはあったと思います。ミヤコステークスの説明、まあ、このレースの、チャンピオンズカップの予想の段階でミヤコステークスのことを説明したんですけれども、ミヤコステークスの時に荒れた理由もそのワンペースだったんですね。道中ワンペースだと、緩急のない競馬だと力のある馬が、力通りに勝ちやすくなるんですけれども、緩急のある競馬の方がワンペースになると力の劣る馬とかも好走しやすくなってくるんですよね、ダートって。なので今回に関してもワンペース、
そうですね、一本そんなに緩急が大きくないレースだったので、力の劣る、決め足が劣る、緩急にあんまり対応できないような馬たちも、いい競馬ができたんだと思います。はい。で、もちろんサンビスタは評価されて、いい馬だと思いますし、馬体の感じなんかもいい感じで、まあダート版のウォッカみたいな感じはありますね。まあまあ ここで上位5頭に入る馬かというとそうは思わないんですけれども、まあ有力馬たちがその自滅したりだとかすれば足りるような力はあるぐらいの馬体でもありましたし、雰囲気も良かったですねっていう感じです。まあ年末にそうですね、大井の、東京大賞典でしたっけ、そういうのあると思うんですけど、そちらの方出てきた場合はやっぱりちょっと分が悪いとは思いますね。基本的には力は劣ると思いますんでっていう感じです。続きまして、のんこの夢は1600m 使ってきたのにそれでもちょっとついていけなかったっていうぐらい、やっぱりちょっと競馬がペースが厳しかったところはあったと思いますね。で、まあ、結局は内をついて内が空いてなんとか追い込んできたんで、まあ、強いというよりかはよく内が空いたなっていう、そういう運もありましたね。まあ出来の方は前走よりかはマシになってきて、まだ上り目はあるかなっていう感じの、馬体でした。まあ幸運にも2着来れたっていう感じですね。はまりましたし、続きまして3着サウンドトゥルー。サウンドトゥルーですね、もし僕がリアルタイムでパドック見てたとしたら本命にしてたのはサウンドトゥルーかもしれないですね。ちょっと火の打ちどころがない出来だなっていうふうに見えた馬っていうのはサウンドトゥルーと、クリノスター王ですね。クリノスター王はすごくよく見えたんですが、クリノスター王に関してはちょっと左回りがあんまり得意じゃないのと、不器用なので、まあ出来が良くても買わなかったでしょうけれども、サウンドトゥルーに関してはもう絶好調で、まあ力通りの結果だったんじゃないかなっていうふうには思います。もちろんハマった部分もありますけれども、まあ余計なところで動かず外に出して、なんで外に出したんだっていうふうに思う人もいるかもしれないですけれども、もう末脚が確実なこういう馬っていうのはもう外で良かったと思いますね。打ち過ぎた馬たちが来たっていうのもそれは運があってたまたまなので、打ち過ぎたらその分前が詰まる確率も高くなるわけですし、サウンドトゥルーの力を信じるっていう意味ではいい進路取りだったんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、あとは運が、回ってくれば刺してたでしょうにっていう競馬だと思いますね。続きまして4着ロアジャルダン。ロアジャルダンは僕は来ない消しって言ってたんですけれども来ちゃいましたね。4着までは、やっぱりこの馬も後方で足を貯めて、勝負どころで他の有力馬たちが自滅してる間待っててうまいことハマった部分もありましたね。まあ、ただちょっと今回パドックを見てみると前走よりも断然良くなってましたね。ロアジャルダンはあこんないい時もあるんだっていうぐらい良くなってました。でも最高に展開が向いて最高にうまくいって、ここまででゴール前も足を余したっていう感じでもなくて最後の方はちょっともうこれ以上伸びないなっていう感じもありましたんで、そういった意味ではやっぱりそこまでここのメンバーの中で上位5頭に入る馬かっていうとそれはないかなっていうふうに思いました。絶好調の出来でうまくいって、4着っていう感じでしたんでっていう感じですね。5着北高たる前。北高たる前は途中から動いてそのコパノリッキーを任しに行って自滅した感じなんですけれども、やっぱりみゆき騎手の感覚としては地方とかで乗ってたみたいに早めに強気に動いて、もう押し切れるんじゃないかっていうふうに思ってた部分もあったと思うんですけれども、やっぱり中央の、競馬場っていうのはそんなに
甘くないんですよね、コースは。やっぱり地方の、競馬場だとある程度は強気に雑に乗っても押し切れたりすることが多いんですけれども、比較的多いんですけれども、ちょっとやっぱりある程度中央の競馬場っていうのはその考えて仕掛けのタイミング、ギアチェンジを細かくしたり、だとかいろんなことをしていかないと安定して勝ち負けさすのは難しいと思いますんで、今回に関しては、まあ、地方競馬のような感覚で乗ってやっぱりダメだったっていうところもあったと思いますね。あとやっぱり戦前に言ってた通り、北高樽前左回りだとちょっとじりっぽさが、あのゴール前で止まる感じのじり足っぽさが強くなりがちの馬なので、そういったところも出たと思います。仕上がりに関しては絶好調とはまではいかなくても8分はありましたんで、そうですね、うまく立ち回ったりだとかできれば、まあ、勝ち負けにはなってたと思います。で、まあ、東京大賞典ですかね、あの年末のその辺出てくれれば今度は右回りに変わりますし、普通に有力じゃないかなっていうふうには思います。あの最有力の一頭にはなると思いますね、ってことですね。はい、続きまして6着ワンダーキュート。ワンダーキュートはまあ、それなりには出来は良かったんですが、前世紀と比べるとっていう感じでした。ですけれどもやっぱりその他の馬たちが自滅している中、足をためたのでハマった部分もあったと思います。続きましては8着グレープブランデ。グレープブランデも出来が良かったですね今回は。3本4本の指に入るぐらいの仕上がりでしたね。ですけれどもやっぱりその、気難しいところがあったりだとか、不器用なので、全てがうまくいかなければっていうところはありました。まあ、仕上がりに関してはもう本当すんごい良かったって感じです。9着ナムラビクター。ナムラビクターは絶好調とまではいかなくても8分以上はありましたね。ナムラビクターも良かったんですけれども、やっぱりちょっと気難しいところがあって、今回道中のペースが厳しくて、外からいいタイミングでまくろうとしたんですけれども、そこでやっぱり、結構厳しい競馬なんで気持ちの弱さが出てうまく一気にまくりきれなかったなみたいなところはありました。秋山騎手のタイミングとしては絶好だったとは思うんですけれどもっていう感じですね。やっぱりその武豊騎手がその道中厳しいペースの中でも勝負どころでちゃんとギアチェンジして、後続に足を使わそうとはしてましたんで、そういった意味でそのタイミングに有力馬たちが動いてしまって、足を使わされてしまった部分もあったと思うんですよね。それがあの競馬が荒れた原因でもあると思いますんで、ナムラビクターがすっと上がれなかったのも武豊騎手のペースメイクに飲まれた部分もあったと思いますね。はい、続きましてグランドシティ。グランドシティはやっぱりちょっと一時期よりかは落ちてる感じと、左回りはそんなにいい馬ではないのねっていう感じですね。日本ピロアワーズも、素晴らしい馬だったんですけれども、不運で、ちょっと衰えてきましたね。ダノンリバティ、ダノンリバティは、まあ、仕上がりはまあまあ8分ぐらいかなっていう感じだったんですけれども、それで左回りはいいと思って期待してたんですが、そのやっぱ厳しい展開になったのと、武豊騎手がペースメイクで後続に足を使わせたんで、もろに、厳しい競馬の渦に飲まれたところもあって、能力出しきれなかった部分はあったと思います。ですけれどもちょっと、ま、今回の出来では相当楽な競馬ができないと馬券圏内までは難しかったかなっていうふうにパドックを後で 見た感じだと思いました。コーリンベリー、コーリンベリーは花切ると思ってたんですが行かなかったですねっていう感じですね。14着ローマンレジェンド。ローマンレジェンドはまあ、ちょっとだけ出来が落ちたかなっていう感じですね。ミヤコステークス前走の時と比べるとちょっと疲れが出たのか、
強い調教しすぎてたりするのかわからないんですけれども、ちょっとだけ頼りない感じ見えましたね、パドックの歩様が。続きましてクリノスタウですね。クリノスタウは絶好調でしたね。ただ左回りが良くないっていうのと、余計なことをしてたんでボーマン騎手は息の入らない競馬をしたんでっていう感じですね。クリノスタウは右回りに変わって、その東京大賞典とかは気配次第で狙って面白いと思いますね。まあ不器用なので、不器用さをカバーできるかっていうところもありますが、ガンピット外国は、香港ですね。やっぱりちょっとその緩急に対応できるような雰囲気はなかったので、まあそんな中でもワンペースになってくれて競馬展開向いたかなっていうところあるんですけれども、やっぱりその日本のダートだとちょっと厳しかったのかなっていう感じですね。そんな感じです。続きましてはステイヤーズステークス G2 中山芝 3600m ありました。小さな字で書いてるのが着順で、アルバート圧勝でしたね。期待通りというか期待以上の走りでしたね。やっぱり強くなってます。まあ不安定だったのは後ろから行って前が開かないだとかそういったことですね、ふうに思ったんですが、もういい感じでラスト 1000m ぐらいから、ペースが速くなって、消耗戦になって、他の馬たちが止まってくれたんであんだけ着差が開いたところはあったと思います。まあ、これはまた展開がそのもうちょい勝負どころから落ち着いたりだとか、もうちょい細かいギアチェンジみたいな感じでペースが上がっていったら、そしたら刺すのも簡単ではなくなってきますんでね、ペースと展開が向いたところもあってのあれだけの着差にはなったと思います。ただ一番強いことは一番強いと思いますね、アルバートは。それは思います。で、まあ有馬記念使ってくるかどうかわからないんですけれども、チャンスはなくはないかなって思いますけれども、この圧勝であまりにも過大評価になるとあれだとは思いますね。やっぱりゴールドシップとかがその途中から動くような、競馬になってくると、その簡単に勝負どころですっと動けるかはわからないので、それは競馬やってみないとわからないので、そうですね、単純にこの圧勝をそのまんまもう一つ二つ上のクラスで、このままのイメージでレースができるっていうふうに思うのは、それはちょっと単純に考えすぎかなとは思いますね。もちろん強くなってきて本当楽しみな馬なんですけれどもね、来年は G1 狙っていくと思いますんでね、という感じです。2着がカムフィーですね。カムフィーはまあハマったところもありますし、うまくいったところはあると思います。まあ僕はちょっと本命クラスみたいな評価はしてましたけれども、まあそれもうまく立ち回れれば面白いかなっていうような程度でしたし、やっぱ実際にそのパドックで馬とか見ても、重賞で主役を張るような馬ではないのでっていう感じですね。まあハマりましたっていう感じです。で3着がトゥインクルもやっぱりハマりましたね。重賞で常にその主役を張るようなレベルの馬ではないと思いますし、今回その消耗戦になって歩いた馬たちもいましたし、自分の競馬をしてうまくいったところはあると思います。やっぱりピリッとしたスパンと切れる足がないのでっていうところはありますね。メンバーにも展開にも恵まれたと思います。続きましては4着はマイネルメダリストですか。マイネルメダリスト、やっぱり前世紀と比べるとその力強さだとか肉付き足りない部分はありますけれども、比較的出来は良かったですね今回。それで、構想できた部分はあったと思います。ネオブラックダイヤ5着ですね。秋山騎手が結構丁寧に乗って、それで、
いい感じで競馬したんですけれども、やっぱりそのパドックで見てると春の天皇賞の時と比べると出来が落ちてましたんで、ここまでかなっていう感じでした。で、6着は名勝門松、名勝門松相当人気してたんですけれども、そのやっぱり僕が戦前心配してた通り、やっぱりこの名勝門松っていう馬は直線向くまでにある程度楽にできないと意外とだらしないところがあるので、今回のように 1000m からペースが上がって、まあ、ラスト800とかは結構厳しいラップになりましたんで、ラップだけじゃなくて周りも結構プレッシャーかけてきましたんで、そういった中で、勝ち切るほど強い馬ではないっていうことですね。単純に東京から中山に変わるとこういう逃げ先行馬は有利に働くっていうふうに考えてた専門家とかそういう人は多かったと思うんですけれども、この名勝門松っていう馬の本質、あとはステイヤーズステークスっていうレースの本質を、知ってる人だったらちょっと危ういんじゃないかっていうふうには考えてたと思いますんでね、っていう感じです。ファトモルガーナ7着、僕一頭本命選ぶとしたらファタモルガーナかなっていうふうに言ってたんですけれども、やっぱりパドック見たらもう全然ダメですね。買うようなレベルの仕上がりではなかったですね。僕リアルタイムでパドックは見れなかったんですけれども、後で映像を見た感じだと全然出来がダメですね。6分程度ですね、って感じです。負けて納得です。あとはバーゲンザイルですね。バーゲンザイルも思い印打ってて面白いんじゃないか中山ならって思ってたんですけれども、バーゲンザイルも全然出来がダメでしたね。もうこれはいらないですっていう感じでした。それであとはトルークマクト、トルークマクトは中山だと乗り方が難しいかなっていうふうに思ってて、まあいい競馬できなかったんですけれども、トルクマクトやっぱり相変わらず仕上がりが良くていいですね。この辺でもまあ上位、今回出来とかね、あの馬体の雰囲気見てたらこの辺でも上位ごとには入ってた感じがありました。なのでコース代わりだとか、あとはそうですね、とにかく条件が揃えば面白い馬だと思います。重賞でもトルクマクトは注目です。でカノンはちょっと途中から先頭に立ってそのまんまっていう感じだったんですけれども、やっぱりその自分で競馬作るほどはスピードがないというか、あとはちょっとラスト戦がペース厳しくなりすぎたので、展開的にもプレッシャーかけられすぎたので、そこに耐えうるほどの能力はなかったですね。なので、もうちょっと2000とか2400とかで楽な競馬させてもらって、相手に恵まれればっていう感じだと思いますね。あとは、まあ、そのまんまですね。鈴鹿デビアスに関しては出来が良かったですね、ちょっと。やっぱりピリッとした足がないので4コーナーとかいい感じで回ってきたんですけれども、そこで、4コーナー勢いそのまま前がぽっかり開けばもうちょっと、差はなかったかなっていう感じはあります。やっぱりここのメンバーでその G1 馬とかと戦えるかなっていうのはアルバートしかいない感じですね。はい、続きましては金庫賞 G2 中京 2000m ですね。こちらの方僕レイブミストラル本命してて大外れでしたっていう感じなんですけれどもね、これですね、安藤克美騎手とかツイッターとかでこちらレベル高いっていうふうにつぶやいてたんですけれども、僕はそうは思わないですね。これはタイレコード時計早かったんですけれども、ワンペース平均ペースで流れて、それで、メリハリのない競馬になったかなっていうふうに思ってます。結局のところはもう本当真ん中より前にいた馬たちが有利な競馬になって、もうそのまんま流れ込んで終わったようなところもありましたし、
まあレベル的にはもう本当 G3 の中、 G3 の中でもレベルがあんま高くないぐらいな感じで捉えていいと思いますね。なので、その鑑賞でしたけれども、ミトラ、買ったミトラ、これですね、1って書いてますけど、1着になりました。ミトラ、鑑賞でしたけれども、それはもう本当、他の馬たちが弱くて、スムーズにいい競馬ができて、ここのメンバーでは強くはあったけれどもっていう感じだと思いますね。で、レイブ・ミストラルとかに関しては、そのミトラとかに劣るかというと、そうじゃなくて、ちょっと動くべきタイミングに変に溜めちゃって、それで足を余した感じはありますね。ちょっと展開が向いてなかったので、展開が向いてなかった分、それなりの仕掛けをしなきゃいけなかったんですけれども、ちょっとためすぎたというか、剛脚がある、すんごい末脚のある馬だったら、あんぐらい待っても大丈夫なんですけど、まあ、レイブ・ミストラルぐらいの足の馬があそこまで待っちゃうと、中距っていうのは直線長いコースではあるんですけれども、その直線が長いっていうイメージで常に乗るようなコースではないんですよね、中京は。なので、ある意味小倉だとか、福島の左回りバージョンって思って仕掛けなきゃいけない競馬も結構あるんですよね。で、それが今回で、そこで動かなかった。あとマイネルフロストなんかもそうですね、完全に仕掛け遅れだと思いますね。4コーナー手前のタイミングで一瞬隙があったんですけれども、そこでまくっていかなかった、変に溜めちゃったっていうのが敗因だと思います。結局は前目の馬たちがなだれ込んだ競馬になりましたね。前目内目通った馬とかね、そんな感じになりました。で、勝ったミトラはまあ完勝でしたけれどもっていう感じですね。2着の馬がディサイファーなんですよ。僕、予想の段階でディサイファーについて語るの忘れてたんですけれども、ディサイファーは出来が落ちてます。毎日桜花の時ピークで、天皇賞秋の時も出来落ちてたって僕言ってたんですけれども、それで今回も出来が良くないですね。もう本当、歩様とか見てても、後ろの足の付け根のあたりとか、あの辺に力強さがないというか、動きにメリハリがないんですよね。なので、もうディサイファーは調子を落としている状態で、今回内を通って、それで、いい感じで回ってきて、それでもあんまあれっていう競馬になったと思うんですよね。そんな伸びなかったっていう、それはもう完全に出来が落ちてるからだと思います。そんな中で来たのは、ロスなく立ち回れて、他の馬たちも弱かったっていうのがあったと思いますっていう感じですね。続きまして、サトノノブレス3着来ましたけれども、ちょっとサトノノブレスは僕はそんなに強調してなかったんですけれども、その理由というのが左回りですね。サトノノブレスはあんまり左回りが良くなくて、それで今回はまあスムーズに立ち回って、相手も弱かったということでここまで来たかなっていう感じはあります。そうですね。ただ今回すんごい出来が良かったんですね。前走までとは全然出来が違って、絶好調に近いところまで、もう九分ぐらいには来ていると思いますんで、これ右回りに変わったら、ちょっとサトノノブレスは注目ですね。ここのメンバーの中でもやっぱ相手なりに面白いところがある馬なので、サトノノブレスは今後注目だと思いますね。右回りでっていう感じです。で、サトノノブレスはあと覚えといた方がいいなっていうのは、アメババがすごい得意でして、重馬場の鬼みたいなところがありますんでね、そういったところで、大穴をいつか開ける可能性はタイミングが合えばあると思いますねっていう感じです。そうですね。
あとは4着マイネルフロストですね。マイネルフロストはもうあの仕掛け遅れです。そのピリッとした足がないので、4コーナー手前で、他の馬たちが、そんなにペース上げきらなかったタイミング、ちょっとあれっていう感じの落ち着き方をした時に、そこを一気にまくって早め先頭立っちゃった方が良かったですね。勢いつけてっていう感じです。クラレント、クラレントはやっぱりその 2000m が得意じゃないので、僕戦前に言ってたんですけれども、天皇賞は秋は走りましたけれども 2000m っていうタイプではないので、特にその先行に入れて中距離この競馬走らせたらそんなにいいところないんじゃないかっていうふうに言ってたんで、まあ納得の結果かなっていう感じですね。まあもうちょい楽なペースで、展開も楽できれば違った競馬できたかもしれないですけれども、基本的には合わないということで、ですね、条件が。でベルーフもやっぱり左回りがあんま良くないので、まあ、展開が向かなかったにしてもやっぱり左回りが影響してたなっていう感じはあったと思います。パッションダンスは、まあ、過剰人気でしたね。僕は無印にしてましたんでね。であとはマジェスティハーツですね。あ、マジェスティハーツちゃんと見てないですね、すいません。マジェスティハーツはちょっとちゃんと見てないんですいません。結果9着でしたねっていう感じですね。はい、という感じで、まあ、レーブ・ミストラルが早めに動いてればっていう感じでしたね。で、ちょっとやっぱりレーブ・ミストラルまだ成長途上なのかそういうものなのかわからないんですけれども、力のいる芝、あとはそうですね、あんまり瞬発力勝負に強そうなイメージが湧かない馬体してるんですよね。なのでその道中流れて末足を生かせるような展開になった方がいいかなっていうふうには思います。ただ道中ペースが流れたといっても、今回の場合はワンペース先行馬とか前真ん中より前の方の馬、内側の馬とかがなだれ込むような競馬だったので、そうですね、今回に関しては展開も向かなかった部分はあると思います。右回りの方がいいとこ出る可能性もあるかもしれないですね。いや、まあ、右左あんまり関係ないんですけど、とにかく競馬が合うかどうかですね。レーブ・ミストラルは競馬が合わなかったら合わなかったなりに騎手が考えて乗らなければっていうところはあると思います。というわけで、3列ほど、解雇というか分析まがいのことというか言い訳をしてきたんですけれどもね、という感じです。ただ僕はもう本当、僕が言ってることなんてね、もう本当的外れかもしれませんのでね、あんまり気にせず適当な感じで見てください。というわけで、島根県に在住で、島根県をアピールしたり島根県を盛り上げたりする仕事、島根県住みます芸人をやっております、吉本興業の ABCDE ゆかげんというコンビの東のベロと申しましたし、今後も申します。よろしくお願いします。以上です。すみませんでした。